こんにちは。黄金テンペラ画家の井上亜美香です。今回はヒルトピアアートスクエアで開催中の第EGC 展の作品をご紹介していきたいと思います。はい、というわけでじゃあ今回紹介する作品はこちらの2点でいきますか。はい、こちら「サチの鍵」「銀梅」とあと「残雪」っていう2点。連作の作品ですね。でこう今私が持ち上げて分かる通りかなり小さい作品に、ね、なってます。いわゆるミニアチュールって呼ばれるような本当に手のひらサイズの作品ですね。で全然これ後ろよいしょ、ちょっと紐もねもちろん額紐もつけてるんでまあそうですね、画鋲とかで引っ掛けてもらって、まあ、飾ってもいいですし、まあ、あとはねこう私が個人的におすすめしているのは、まあ、置いて飾る方法ですね。もちろんこの額立ても作品と一緒にお付けしますんで。まあ、簡単にもうお家にこのまま持って帰っていただければ、まあ、簡単に飾れるっていう作品になってます。まあ、やっぱり絵を飾るっていう風になると結構こうギャラリーとか見渡すともちろんこうピクチャレールがあったりとか、まあ、ワイヤーとか、まあ、もちろんあとは広い壁面が簡単に、まあ、ご自宅に、ね、あるご家庭はいいんですけど、まあ、そういうお家ばっかりじゃ、ね、ないと思うんでまあ、こんな風にね簡単に置くだけで飾れるっていう作品をね私は推していきたいのでまあこんな感じでね今回もご用意してみました。まあ、そんなわけでまあ他2点もあるんですけどね今回のご紹介はこの2点の鍵穴から猫が覗いている作品をピックアップしてみました。はい、まあ、こんな感じですかね。ではありがとうございました。黄金テンペラ画家の井上亜美香でした。